みんな揃うの久しぶりだね。最近はソロの仕事も増えていたからな。忙しいのはいいことだけど、やっぱり5人揃うといいよね。かなちゃん寂しかったの？そうかも。楽しいこともいっぱいあったけどね。そうなんだ。僕も今度一人でお仕事するんだよ。バラエティ番組なの。へえ、そうなんだ。おいおい、誰だよ、千鶴をバラエティに呼んだの。勇気あるな。大丈夫なのか？千鶴一人だと全く予測不可能だぞ。あ、なんか俺心配で胃が痛くなってきました。大丈夫大丈夫、なんとかなるって。みんな心配屋さん。千鶴ってほんとたくましいよな。そろそろ本番？うわあ、よく寝た。イメージトレーニングバッチリだよ。じゃ、行ってきまーす。憧れのスター？星を取りに行ったんだね。僕も子供の頃ね、星を取りに行ったよ。どっちのスター？あ、金星じゃなくて火星。僕は金星が欲しかったんだよね。一番大きくて光ってるから。もうちょっとだったんだけど取れなかったの。近々また挑戦します。あ、さっきの答え分かったよ。ヒッチハイクで会いに行ったんじゃない？お疲れ様でした。あっという間だったな。褒められちゃった。あれ、褒められてない？まあいっか。やったー！僕、お仕事大好きなんです。バラエティのお仕事はまだあんまりないんだけど、すっごく楽しかったからまた挑戦してみたいです。すっごく楽しかった。でも一番好きなのは歌。僕はみんなで歌って踊って見ている人に楽しんでもらえると嬉しいなって思うんです。バラエティもみんなが笑ってくれるのなら嬉しい。だからどんどん出ていきたいです。